早速開けていきましょうかね。いきます。よし、おう、おー、かわいらしい。はい、というわけで買ってまいりました。岡山の一番人気ということで。というわけで今日はね、岡山駅に来てます。これは新幹線ホームなんですけど、今日はね、駅弁についてちょっとね、ピックアップしようかなと思いまして、岡山で有名なのは、その桃太郎の駅弁がすごい有名ということで、ちょっと今日はね、それを買いに行こうかなと思ってます。で、岡山駅内にもね、何店舗かその駅弁をね、売ってる場所があるんで、ちょっとそこにこういろいろ紹介しつつ、今日は食べていこうかなと思います。それでは始まります。とりあえずパッと見なんですけど、2階ですかね、2階のお土産コーナーと新幹線のホームのところに3店舗くらいかな、あるということで、上野駅弁、アウト。あ、もう桃太郎のやつって売り切れなんですかね。他のとこ下とか行ったら、そこ、あ、わかりました。すいません、ありがとう。売り切れです。ちょっと残念ながら売ってなかったんですけど、やっぱり、ね、岡山といえば桃太郎なんで、これからね、お仕事とか旅とかでね、乗ってかれる方絶対多分買うというか、なかなかその食べる機会もないと思うんで、駅弁でね、ちょっと最後というか、まあ2店舗くらいあるんで、ちょっと行ってみましょうかね。すいません、桃太郎の祭り寿司をどれだけ仕入れてるかな。あー、そうなんですか。まあ、よく売れるのは一番よく、富山バラ寿司も美味しいですよ。あー、ですよね。すごい、いろんなバラ寿司があります。4,000円。すいません、こっち旅の小箱の特徴がある。ビーチが入ったバラ寿司、美味しいの。あ、これですか。すごい、二段重ねになって、これ今ネットでも弁当の紹介でなんか今、あ、そうなんですか。ありがとうございます。私もおすすめですね。キーニラが入るとパリパリとした食感がね。あ、そうなんですか。はい、というわけで買ってまいりました。岡山の一番人気ということで、で新幹線の中とか食べたいんですけど、まあそういう時間というかこともなく、ちょっとね、食べれる場所を探していこうかなと思います。本当に岡山といえば桃なので、あの駅前商店街もね、大きい桃が、桃のバルーンがありますね。ここから見えるんですけど、この駅弁をね、作ってる会社というか、この三好野さんがね、作ってるんですけど、ここはね、レストランになるみたいなんですけど、僕もまだ行ったことないんですけど、一応ここの本店でね、作ってるということです。早速
開けていきましょうかね。1000円なんですね。税込みで1000円ということで、お釣りがないんで、もう1000円というかパッと出せばストレスなく買えるということで、いうことですね。ちょっと全部読んでたら時間がないので、だいたいこういう感じで祭り寿司とこの岡山の駅弁の内容を書いてます。まあ、これをね、一旦停止してね、読んでいただければと思います。ここね、柄もなんかいい感じでありますけど、いい感じです。岡山の岡山名物、なんかそこの他にもなんかいろんなね駅弁があったんで、ちょっと開けてみようかなと思いますけど、ちょっと開けていきます。お、簡単に開けれますね。いきます。よし、おう、おー、かわいらしい。こんな感じですね。まあ、で2つ分ぐらいのあれです。すごいですね。ちゃんとお箸もついて、三好ののお箸なんですね。はい、今日こちらになるんですけど、失礼します。まあ、こんな感じで、内容入ってますね。この岡山のね、岡山で有名なね、このママカリとかも入ってますね。これね、鈴木なんですけど、これ上サワラですかね。牛乳も入って、椎茸ね、タケノコとかアサリとか、このタコとかも下津でね結構有名なんですよね。でアナゴとかありますね。はい、今日はこんな感じでちょっといただこうかなと思います。知ってるけどなかなかね、なかなか食べる機会がないと思うんですけど、今回いただきます。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。早速いただきましょうかね。どれから食べようっていうのがあるんですけど、まず岡山のママカリからいただきましょうかね。結構さっぱり、美味しいですね。これでビールが飲みたくなる感じの味ですね。続いてはなんか続いてはこの岡山でね、このイイダコが下津井で水揚げされるんで、まあ多分それかなと思うんですけど、ちょっといただきますね。あ、美味しいですね。タコのいい味がします。美味しいだから。大根いただきます。こちらが岡山の名物であるサワラですね。はい、というわけでご視聴お疲れ様でした。ですね、今日はねこの桃太郎の、祭り寿司を、ピックアップしたんですけど、まあ、基本的にはその電車の中で、列車の中でね食べる、駅弁ということでなんですけども、結構ねお酒にも全然合うような、内容ということです。はい、まあ、これ1000円ということで、一応岡山駅の中で、買えるということで、場所によっては売り切れということもありますので、まあ、3店舗くらいあるので、いろいろ歩いてみて探して、ぜひ買ってみてください。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン。
チャンネル登録もよろしく。